おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。左右で逆走するポケモンサンムーンダッシュ自動。右も左もいけるってことだよね。早速やってみましょう。どういうこっちゃ。とりあえずまずは左から行ってみましょうか。これはあれだね。2回楽しめるっていうコースなんだね、これは。あ、すげえ。そこ乗るのかよ。ドン。おぉ、土管に入って、帰ってきて、これ多分乗れるんだろうね。ああ、いや、入れるんだね。そうですね。で、左側に着いたね。お、今度月光河か。で、綺麗にかわして。ここかわすのか。すげえ。相変わらずすげえな、クオリティが。あーで、ゴール臭い。いやー、そっか、最初あれしたから。じゃあ、ちょうどいいじゃん。右行こうぜ。片方しかやらないつもりだったんだけど、これちょうどよかったね。ちょうど2色見せれましたね。これは、結果オーライだね。お、プーリーン。こいつ何？ルカリオ？ルカリオかな？次は何になれるのかな？人影か。まだゼニガメなってないよね。そろそろ来そう。お、今入れんのかそれ。さあ、ここでなるのがリザードン。そうか、リザードンいるのか。でもカメックスとか不思議だね。そういえば不思議マナいないよね、思えば。ここでピカチュウ。まあやっぱ最後ピカチュウか。おお、ぴったしだ、時間。ちょうどよかったですね。2色見せれたのは、運が良かった。はい、じゃあこちら行きましょう。スペイン語だね。お城のパルクールかな。パルクールか。自らの肉体のみで、どんどん前に行けと、頑張ります。まあ、あれだけどね。俺じゃないけどね、行くのはって言おうとしたんだけど。これもうさ、もし自分の生身でこの垂直の壁を上がれって言われたらもうその時点で罪だよな。距離感が狭ければさ、大丈夫だけど、これ、どう見ても横幅1メートル以上あるじゃん、この1ブロック。絶対無理だよね。そんなに足長くねえっつうの。逆に長すぎて怖いっつうのな、あったら。これはあれか。こういうことか。うわ、危ねえ危ねえ。え、これちげえな。ドアじゃないよね。やっぱそっか。上か。あ、危ねえ。間違った間違った。なんか、クルン入れちまった。うわ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 。まだ参る。参れませんでした。そっか。イカがなくなったらドアに入りなさいよってことだったんだ。ほっ。まあ、今さだけどめちゃめちゃ簡単。これは二つ踏みで OK だね。Z？ ん？これか。スピンか。はい。はい。おう。お前らもいたんだ。嘘食らった！うん。隠さ。まあでも真ん中あれば。ゲットすることはできないな。こうだね。あ、これゲットできるぞ。にゃー、そんな、なんて運の悪さ。あ、ミスった。ほっ。オッケー。よし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 。土管に、うわ、ちげえ、ピーのおのか。はい。あれでもピー、あ、なるほどね。ボムヘちゃんですね。道がズドンと開けまして。今度は右に出してもらわないと。オッケー。で、封じておいて。はい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 。はいはい。逆にね、利用させてもらいますよ。お。かぶっちゃう。かぶっちゃいます。うわ。この辺に敵を置いてないあたりが優しさだよな。あ、そんな。ほっ。オッケー。さあ。3分の2中間かな？ 3 分の1中間か。
それとも 50% 中間か。伝って、ゴール!いやー楽しい。アクション系のコースはやっぱ楽しいですね。はい、4月の28日にいただいたコースですね。ジャンプしたら死にますって書いてあるけど、サムネ見る感じだとそんな感じでもなかったよね。本当にジャンプしたら死ぬのかな?あ、なるほど。反応するのね。了解した。まあ踏めるからね、こいつはね。その分でもダメなのか。ターン、ターンって言って、ふっ!オッケー。これで余裕ありますよね。よしよしよし。ここ行っちゃいましょうね。はいはいはい。え、デブロス?どうしよう。待て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 。結構罪だと思うの?結構罪だと思うんすよね。ジャンプしちゃうやん。これ最初一気に行けますよ。こんな感じで。カメックの魔法だよ。カメックの魔法が最初、あれをなんとかしないと。あ、当たった。こいつらを左に寄せて、ターン、ターン、ターンで、今だ!よっしゃー!ざまにやがれ!ふぅー !4 月の29日にいただいたコースですね。この時はクリア者ゼロだったっぽいですけど、もう13人も出てますね。甲羅で道を切り開けか。え?ほっ。マジで?ほっ。ほっ。最高。ほっほっ。え?違う。あ、いいんだ。パウでドンだ。オッケーじゃん。オッケー。ワン、ツー、スリー。昨日こうもらえんの?マジで?持ってくんだよね。ここだ。いや、いねえじゃねえかよ。よいしょ。あー、甲羅がないとダメなのね。オッケー、このタイミングで行かないとダメなんだよね。これは、割と、大丈夫な感じで。あれ?これキノコ絶対取られちゃうね。なんか出てくる。あ、違う、入るんだ。え?なにこのコイン誘導。危ねえ。これで、甲羅をゲット。え?その後どうすんの?でも。あ、いや。あっ!いや、しかも使うんだ。しっかり踏んで、これミスでねえな。こんなもんかな。ミスったらまあ、ここでこうなるからな。でも、最大でやっちゃうと死ぬぞ。くそ、ビビリだな。性格もろに出てんな。いや、あれ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 ?その場ってどうやるんだっけ?もう全然やってなくて覚えてねえや。その場ってどんなもん?こんなもん?あ、いけたのに。そんな。これさ、思ったんだけどさ、こっちでも届くな。うわぁ、さっきこれ気づけば。気づけば。あ、でも昨日こうくれんのか。うーわ、スピンで行きなさいってことじゃん、これ。きついな。こう行って、こう行って、オッケー。こっちの方がまだ楽だった。よかった。わわわ。わ。タン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 。うわ、怖。甲羅なくさないようにしないと。オッケー。これ持ってくんだよな。あ、いや、違う。ここ倒して大丈夫だ。あ、最悪。せっかくでかかっぷね。こうか。うん。せっかくでかかったのに。え?あ。うん。え?あ、ちげえ。え、これもう戻れない?もしかして。あ、戻れた。あれ?あれ?これなんだ?あれ?ピー持ってって何になる?なんかある?あ、マジか。危ね。
なんかよくわかんないけど言ったぞ。キノコ、取っちゃダメだったか？いや、ゴールした。おゴールした。はい、ゴールしました。オッケーです。さ、じゃあこれやって終わりましょうか。30秒スピランですね。サクッとクリアして終わりましょう。スピラン1。はっ。シャイ。別に三段じゃなくてもいいんですよ、これはね。で、ぴょーんと言って、あんまり高くしなければ、なんか煩わされることもないから。はっ。別にいいんだもんね、叩かなくてもね。OK？ ここも別に三段ジャンプじゃないんですよ。OK なんですよ。さあ、こっから勝負だな。降りる直前にスピン入れて、え、ミスるんかい。ミスるんかい。あ、ミスるんかい。はい、OK。お疲れ。クリアー。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。